なぜか順調に走り続ける ICE の車内からこんにちは。ゆっくりさんでございます。通りすがりの英国紳士、クラス43、HSD お兄さんだぜ。おい、まあいいや、はっちゃんもついでだからやっちゃいな。じゃあ、同じくイギリスの、LNER、クラス800です。私たちは、ドイツの高速列車、ICE で、ドイツから、ベルギーのブリュッセルに向かっています。ここまでは、すべて時間通りに走行中です。ブリュッセル行きの ICE で、トラブルが起きないなんて、珍しいらしいんですけど。いやほんと、順調すぎて怖えよ。いつもと変わらないのは、始発から全滅している、車内の案内装置と、行き先表示。同じく、調理設備が全滅状態の、食堂車。それから、故障しているお手洗いぐらいだ。あ、そういえば、珍しくドアは壊れてないな。それで通常なんですか？ ICE は、何かしら、遅れてたり設備が壊れてるのが、普通の状態なんだよ。何しろ、工場から出荷した直後の新車でも、故障してるからな。さすが、GDP 世界第3位の大国は、鉄道のクオリティが違いますな。間もなく列車は、ベルギーとの国境に近い、ドイツの町、アーヘンに到着します。ここを境に、鉄道は、ベルギーの管轄になるのですが、ドイツとベルギーは、架線に流れる電気、信号の種類が異なります。それに伴い、ICE は、アーヘン中央駅で、システムの切り替え操作を実施します。たまに故障することがある、恐怖のイベントその1ですね。と言っても、車内のお客さんは、ほとんど変化に気づくことがありません。電源を切り替える関係で、空調装置と、座席のコンセントの電気が、数分間止まることぐらいです。アーヘンの街は、南西の方角に、ベルギーとの国境があり、真西から北は、オランダと接しています。そのため、アーヘン中央駅の屋根の下では、3つの国の列車が集います。最近は、シーメンスや、スイスの量産型電車が増えてきていますが、ベルギーからは、古い吊りかけ駆動の電車が顔を見せ、短い編成ながら、強い存在感を放っていました。そんな国境の街、アーヘンを出発すると、すぐに列車はベルギーに入ります。途中、鉄鋼の街、リエージュに停車する以外は、終点のブリュッセルまで、ほぼノンストップです。アーヘンから、リエージュを経由し、ブリュッセルまで続く路線の歴史は古く、1843年に開通しました。けれども現在、ICE は、2009年から供用開始した、高速線を走行します。線路が直線になり、最高で、時速260キロで走れるようになったことから、所要時間が大幅に短縮。それまで、およそ50分かかっていた、アーヘン・リエージュ間は、半分以下にまで短くなりました。しかしその代償として、防音壁に囲まれた区間が増え、トンネルも多くなっています。景色があまり楽しめなくなってしまいましたから、この辺りで、車両紹介の続きに移ってまいりましょう。私たちは前回から、ドイツの新型高速車両、ICE3 ネオをご紹介しています。この列車は、2022年12月に運転を開始した ICE の最新型で、ドイツ鉄道ご自慢のニューモデルです。疑問形で言うなよ。私もどう扱っていいかちょっと困ってるけど。 ICE3 ネオは最高速度300キロで走る ICE3 シリーズの第3世代型です。けれど外観自体は約10年前から走っている第2世代車両とほとんど変わっていません。この列車が大きく進化したのは、車体ではなく、内装でした。ということで、今回も、私 HSD と、後輩のはっちゃんが中心になって、お話を続けていきます。では早速、前回の続きです。ICE3 ネオは、年の離れた姉妹車、BR407 型とそっくりなデザインですが、外観に、大きな変更点がありました。通席が配置される中間車、2号車と4号車のドアが、前後2箇所に増設されているんです。これは言うまでもなく、乗降時間の短縮を狙ったもの。また、ICE4 と同じく、先頭車両には、自転車置き場が新設され、各車両に、スーツケース置き場が増やされています。こうした設備が設けられたのにもかかわらず、ICE3 ネオは、ベースになった、第2世代車両と、定員がほとんど変わりません。
減少した座席数は、わずか5席。設備の配置を見直したことや、普通席の割合を増やして、定員の大幅な減少を防いでいるんです。座席の配置で最も大きく変わったのが、6両目に連結される食堂車です。第2世代型 ICE3-BR407 型では、食堂車と一等席だったレイアウトが、ICE3-NEO は、普通席とレストランの合同車に変化しました。しかしこの変更によって、新型車は奇妙な点が出現してしまいます。通常、特急列車の食堂車は、一等席と普通席の間に配置されます。ところが、ICE3-NEO の6号車は、普通席車両の5号車側に車内レストランがあります。そして、隣の一等席車両との間には、どういうわけか、小さな普通席区画が設けられているんです。配置だけを見ると、レストランと普通席の位置は逆にした方がいいと思いますよね。しかしここで、第2世代の ICE3-BR407 型の設計が足を引っ張ってしまいます。第2世代型車両は、普通席を5両。半室の食堂車を挟んで、残りの2両半が、一等席の構成でした。ですからレストラン区画は、普通席車両側に設けられ、各座席クラスで配置をまとめる常識的な方法が取られていました。新型の ICE3-NEO は、この設計を有用して作られましたから、車体の構造を大きく変更できなかったのです。しかも食堂車は、カウンターや簡易キッチン、水の配管など、特殊な要素が多数ありますので、内部の配置を変えるためには、基礎設計がやり直しになってしまいます。設計時間を短縮し、共通化を進めるためにも、第3世代の ICE3-NEO は、第2世代車両と、車体の構造を、ほとんど変えずに完成しました。その影響で、普通席区画の配置が、おかしなことになってしまったのです。思えば、第1世代の ICE3-I3 も、食堂車を挟んで、普通席車両が配置されているよな。あちらとは事情が違うが、ICE3-NEO は、ある意味、初代 ICE3 の、ポンコツな伝統を受け継いだ車両と言える。ついでにちょうどいい機会だから、I3 たちが、以前お話しした内容の、訂正もしておこう。今回特集している新型車、ICE3-NEO は、2022年12月にアップした動画でも触れている。その際、最新の車両は ICE4 と同じ座席を装備する、とお伝えしていました。けれど実際には、少し違う形状だったことが、後に判明しました。ドイツの特急列車は、各座席に、電光式の表示装置が装備されている。ここには、事前予約がある席か、自由席なのか、または、この先の区間で指定席に変わる席なのかが示される。この装置は、歴代の特急列車はずっと、頭上の荷物棚付近にあったのだが、2017年に登場した ICE4 では、座席の肩部分に変更されていた。しかし、その後にデビューした ICE3-NEO は、これと同じシートを装備せず、座席番号と予約表示装置の位置が、再び上部の棚へ戻ったのだ。新型車では、予約の表示装置に LED のランプが追加され、予約の有無がより直感的にわかりやすくなっている。ドイツ鉄道では ICE3-NEO の新しい特徴として特設ホームページでも紹介されている機能だ。黄色、またはランプが消灯している席が自由席となり、事前指定をせずに乗車した場合に座れる座席となる。イギリスでは2017年から取り入れられてる一般的な機能で、今となっては特に珍しくもないんですけどね。はっちゃんの代から装備されたんだよな。うちの子すごいだろ。親バカか。 ICE3-NEO は客室の機能、デザインを総合すると ICE3.5 と言いたくなる列車です。窓や棚、デッキ周りの基本的な構造は第2世代の ICE3 と共通にした一方、2017年から導入されている ICE4 の機能を組み合わせています。乗っていて、最もわかりやすいのが、客室の照明装置です。2017年にデビューした ICE4 は、ドイツの高速列車としては初めて、照明に LED が採用されました。これを活かして、車内は光の色が変化します。昼間は、
爽やかで活動的な気分になる。白い色、朝夕はリラックス効果のあるオレンジ色が設定され、乗車する時間によって車内の雰囲気を変える演出がなされていました。現在使われているのはこの2色だけですが、機能上は赤や青など多くの色が設定できるようです。ところがこの照明の変化は季節を問わず同じ時間に変化するようにセットされています。そのせいで車内の光と外部の自然光に差が生じていることがありました。特に日照時間が長い夏はその差が目立ってしまいます。車窓にはまだ青空が広がっているのに、車内は綺麗な夕焼け色になっているなんていうギャップがあったんです。このことから ICE3 ネオは照明の変化が少しマイルドになりました。朝夕は ICE4 と同じくリラックス効果のある色になるのですが、明瞭なオレンジから薄いピンク色に変更され、窓の外の景色や天候の違いによって生じる違和感が少なくなりました。さらに座席には新しい機能としてタブレット端末を立てかけられるタブレットホルダーを装備しています。それから地味な変化が到着駅などを表示する液晶ディスプレイです。 ICE の案内モニターは通路への天井から座席に向かって画面を V 字状に配置する方法を用いています。表示される内容は次の停車駅や現在地と走行速度、コマーシャルなどです。この画面が最新のスマートフォンや液晶テレビと同じようにベゼルが細くなり、より洗練されたデザインになりました。これは ICE4 からの有用ではなく ICE3 ネオから採用されたオリジナルの部分です。2009年に完成した第2世代の ICE3、 2017年に登場の ICE4、 そして2022年から走り出した ICE3 ネオ、3つの車種でモニターを見比べるとディスプレイの厚みや枠の太さが世代ごとに違うのがわかりますね。また次の駅や到着予定時刻を表示するディスプレイはデッキにも設置されています。今までの車両は横に長い画面でしたが、 ICE3 ネオは縦長のディスプレイへ変更され、より多くの情報が表示できるようになりました。このように新型車は細かい部分で新しい機能や変更点があるものの、座席や車内の全体的な雰囲気は2000年頃に登場した初代の ICE3 からほとんど変わっていません。20年以上同じコンセプトを維持し続ける姿勢は伝統を守り続けるドイツらしさを感じますが、表現を変えれば長い間変わり映えしていないとも言えます。 ICE3 ネオはこうしたイメージを一新し、製造中に内装が大きく変更されることになりました。一等席、普通席ともに座席の生地が青系からグレーになり、テーブルや物置を中心に木目が増やされています。これは高級感、温かみを感じさせるとともに傷や汚れを目立ちにくくした工夫でもあります。特に一等席は今まで本革だった生地が布になったのが大きな変化です。ICE は長時間乗るお客さんが多いので耐久性の高い革素材が採用されていたのですけれど、滑りやすく座っている間に姿勢がずれてしまうのが欠点でした。この部分が布になったおかげで快適さが向上しています。私は試しに5時間乗ってみたけど、確かに居住性は向上していたな。また新車両のアピールポイントだったタブレットホルダーの位置も見直され、より自然な姿勢で端末の画面を見られるようになりました。それとともに長距離乗車の友食堂車のシートも鮮やかな赤から落ち着きのあるワインレッドへと変更しています。新しい食堂車は通常の向かい合わせ席に加えて窓を向いた一人用のカウンター席が公開されていたのだが、今のところ従来型と変わらないレイアウトで製造されている。もっともこれは製造が進んでいくうちにさらに改良される可能性もあるので、今後も目が離せない。新内装を装備した列車は ICE3 ネオの第17編成以降が該当します。動画を公開した時点ではわずか6編成程度しかなく、ダイヤをよく調べないと乗車するのが難しい状態です。けれど ICE3 ネオは90編成が発注されている上、2週間に1度のペースで
新しい座席を装備した列車が工場から出荷されています。ですから1年後には、スケジュールを調べなくても、手軽に乗れる列車になっていることでしょう。などとこれまで、新車両の、いいところをお話ししてきたが、もちろん利点ばかりではない。最後に、ICE3 ネオの、ちょっと気になる点を、いくつかご紹介したいと思う。まずなんといっても、よく揺れる。速度を上げるに従って、左右に傾く、ローリングが顔を覗かせるのだ。連結部分を見てると、車両ごとに大きく揺れてるのがわかるな。これって、ICE3 系統では、20年ぐらい続く、共通の欠点ですよね。基本的に、初代の ICE3 から、台車やバネの構造が変わってないんだよ。しかもこの車両は、電気の種類、電圧が異なる、複数の国に直通するため、床下や天井に重い電気部品をいくつも搭載している。それと、柔らかめのバネが相まって、車体が一度揺れ出すと、なかなか収束してくれないのだ。それから、乗ってみて、初めて気がついた欠点が、窓ガラスです。この列車は、客席のガラスに、携帯端末の電波を通しやすくした、特殊な加工をしています。もともと、通信用の電波は、金属の箱である鉄道車両の中に入りにくい特性があり、ガラスを通して、なんとか内部まで届いていました。ですが、高速列車 ICE の窓は、厚く、丈夫に作っていますから、電波が内部まで、なかなか届きません。その上、高速、大容量通信を可能にした 5G 回線の電波は、4G よりも、ガラスで減衰しやすい性質になったことからも、専用の窓が必要になったんです。ところが、その、電波を通しやすくする加工は、ガラスの中に、アンテナとなる、特殊な網を埋め込む方法です。そのため、肉眼では、日向側、日陰側問わず、常に網目が目に入ってしまうんです。景色を眺めたい人には、気になるところかもしれません。それと、私が個人的に、改良の余地ありと感じたのは、お手洗いの洗面台だな。ICE3 ネオは、2020年に発注された列車だ。当時は、思い出したくないし名前も言いたくない疫病の対策で、なるべく手を触れない行動が推奨されていた。そのため洗面台は、手をかざすだけで、液体石鹸が、自動で出るタイプに変更された。ところが、石鹸のセンサーは、感度が良すぎ。また、蛇口と位置が近いため、手を洗っている横から、せっせと石鹸をかけてくれちゃう、ありがた迷惑仕様なのだ。なお、洗面台の、水のセンサーは、逆に感度が微妙なので、石鹸は頑張ってかけてくれるのに、それを流す水は、あまり出てくれない。ちなみに、お手洗いの、流すボタンも、非接触方式が、新たに採用されている。ドイツの列車は、長年、物理ボタンや、オーソドックスな構造が用いられてきたのだが、2020年代に登場した ICE3 ネオは電子部品が多く世代が一つ進んだことを実感できる。ただその代償に相変わらず故障が多いのだ。何しろ運転開始を1ヶ月も経っていない新内装の編成ですでにお手洗いが故障。出入り口ドアに至ってはメーカーから鉄道会社に引き渡され、一度もお客さんを乗せていない車両に、早くも作動できない箇所があった。もっとも、お手洗いの故障表示は、使用済みの水を入れるタンクが、満杯になっているだけのケースもあるから、なんとも言えないけど。GDP 世界第3位の国は、情けねえでございますわね。俺は現役時代、排水タンクのトラブルなんか、一切なかったぞ。そりゃあえっちゃんは、車体に排水タンクそのものがないからな。それは違うぞ。広大なイギリスの大地そのものが、巨大な排水タンクだっただけだ。俺もそんな故障と無縁やで。だから、おっちゃんも同じだろ。余談ですが、この新型車のドアは、故障が起きると、車内の開閉ボタンが常時赤く光り、使えないことを示す仕組みになっています。ドイツらしい、真面目さと、ドイツらしい、どこか抜けてる新型列車、ICE3 ネオ。この車両は、2022年と、翌、23年は、ドイツ国内のみの運転にとどまっています。けれど、運転範囲を広げるべく、近隣国でも、試験走行が行われています。
早ければ2024年内には、ドイツとオランダ、そしてベルギーのブリュッセルを結ぶ系統に、新型車両が投入される予定です。と、雑に締めくくり、イギリスへの旅の序章とさせていただきます。あ、このままエッちゃんが締めるのか、いいだろ。それじゃあ次は、道路とお菓子の国から、お会いいたしましょう。英国紳士と、レディによる、ICE の話にお付き合いくださり、ありがとうございました。Thank you.